BRMP57 は、ブリティッシュレーシング・モータースが1962年から1965年までの F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー、トニー・ラッドによって設計された。他のイギリスのチームと同様に、BRM は1961年シーズンの新レギュレーションによって1.5リッターに制限されたエンジンを搭載することとなった。 彼らの新しい1 5リッター v 8エンジンはまだ製図版にあり、これはシーズン後半まで準備できなかった。クーパーやロータスが使用するコベントリークライマックスの4気筒が応急の選択肢であった。このエンジンをドニーラッドが設計した初のスペースフレーム構造である P48 のシャシーに搭載した。この P48 マーク2は P25 で導入したシングルリアディスクブレーキを放棄し従来型の2ディスクレイアウトを採用していた。新型の P57 は 450kg とライバルである他のイギリスチームのマシンよりも重くクライマックスエンジンもフェラーリ156の V6 エンジンに対抗できなかった。後に本来構想された V8 エンジンを搭載した P57 は正式には P578 と命名されたが、両方とも一般的には P57 と呼ばれる。P578 の設計は、1961年シーズンのクライマックスエンジンを搭載した P57 まで遡ることができる。シャシーは交換スペースフレーム構造で、サスペンションはそのまま流用された。出力不足のクライマックスエンジンは、 BRM 製の V8 エンジンと置き換えられた。このエンジンは190馬力を発揮した。また、ルーカス車製のインジェクションシステムを新たに搭載した。出力は、クライマックスエンジンと同等であったが、BRM のエンジンは 11000rpm と回転数が増加した。ギアボックスは、コロッティの新型6速が搭載された。しかしながら、 このギアボックスは信頼性に欠け、再び自社製の5速ギアボックスを搭載することになる。8本の排気管は当初垂直に取り付けられたが、次第に緩むようになったためより、一般的な水平レイアウトに置き換えられた。ヨアキム・ボニエとダンガーニーがポルシェチームに移籍し、1961年シーズンの BRM はグラハム・ヒルとトニー・ブルックスの二大体制になった。 マシンは、レースの走行距離を走りきる能力はあったが、競争力はなかった。ポイントは、第4戦のフランスグランプリまで獲得することが、できなかった。最終戦のアメリカグランプリでは、ブルックスが3位、ヒルが5位と特筆する活躍を見せた。しかしながらこれは、ボルフガング・フォントリップスの事故死で、フェラーリが、シーズンから撤退したことでもたらされた結果であった。 BRM は合計7ポイントを獲得、ランキング7位でシーズンを終えたが、これはフル参戦したコンストラクターの中で最下位であった。グラハム・ヒルがドライブする、P57、1963年オランダグランプリ。1962年シーズン、ヒルはチームに残留したが、ベテランのブルックスは F1 から引退した。変わって、若き、 アメリカ人ドライバーのリッチー・ギンサーがフェラーリから移籍してきた。シーズンは開幕戦オランダグランプリでのヒルの優勝で始まった。タイトル争いはヒルと革新的なモノコックボディのロータス25をドライブするジム・クラークの争いとなった。クラークのロータスは早かったがヒルの BRM は信頼性で勝っていた。クラークは6つのポールと3つの勝利を獲得したが ポイントを獲得したのは4回のみであった。ヒルの BRM はすべてのレースで完走し、終盤の4戦で3勝を挙げ、初のタイトルを獲得した。チームメイトのギンサーは、タイア4回、表彰台2回と失望のシーズンとなった。ギンサーは振るわなかったが、ヒルが圧倒的な結果を残したことで、BRM はロータスを上回り唯一となる。 コンストラクターズタイトルを獲得した。1963年シーズンに新車は間に合わず、P57 が引き続いて使用された。競争力を維持するため新たに6速のギアボックスが搭載され、新しいインジェクションシステムも搭載された。開幕戦のモナコグランプリは前年の繰り返しとなった。クラークは壊れやすいロータスが破綻する前に、ポールからリードしたが、 結局勝利はヒルのものとなった。しかしながら、新型ギアボックスのトラブルでヒルは続く2戦をリタイアすることとなる。一方クラークは4連勝を遂げ、タイトル争いで大きくリードすることとなった。クラークは後半の5戦でも3勝を挙げ、タイトルを獲得した。ヒルはアメリカグランプリで2勝目を挙げたが、それは慰めにもならなかった。 ドイツグランプリとイタリアグランプリでヒルはモノコックボディの新型 P61 をドライブしたが P61 はハンドリングに問題があり P57 を使用しなければならなくなったヒルとギンサーは合わせて10回の表彰台を獲得しドライバーズチャンピオンシップでは2位と3位だった BRM は29ポイントを獲得しコンストラクターズランキングは2位となった 1964年シーズン、BRM は P57 に変えて P261 を投入したが、スクーデリアセントロスッドをはじめとするプライベーターが1965年まで P57 を走らせた。1BRMP61 でのポイントも含む。2BRMP261 でのポイントも含む。ありがとうございます。